ちょっとだけ滝村優子作鈴木長子へ福音館書店。この絵本の特徴は赤ちゃんが生まれてお姉ちゃんになった女の子のちょっとだけ切ない気持ち、それを見守るお母さんの気持ち、そんな家族の風景を美しく描いた作品です。お姉ちゃんの気持ちとママの気持ち、両方の気持ちがとても強く胸に響く絵本です。読み聞かせのアドバイス。ラストシーンの親子のハグを読んだ後、ちょっとだけじゃなくてぜひいっぱい抱っこしてくださいね。絵本の中のお互いを思いやる気持ちがあなたのお家でも本当の世界になりますように。